ガーシーさんの再逮捕の件であったりとか、NHK 等のお家騒動であったりとか、そういう情報ばっかり見ていると、だんだん心が進んでくるというのか <laughs>、そういう感じになってしまうんですけど、まああの僕はお笑いも好きなんですよね。だからここはちょっとお笑いのショーレースでも見て、あのちょっと気分を変えたいなと思って、ちょっとあまり期待してなかったんですけど、まあこういうショーレースが存在しているというのは知っていて、しかしテレビで 放送するっていう情報が全然なかったので、僕はこれ見れへんのかなと思っていたんですけど、なんと YouTube で公式で前編が公開されていたんですよね。で、それを見てみたらちょっとびっくりしたというか、まあその賞レスっていうのが Under 5 Award 2023っていうものなんですけど、これは芸歴5年以下の芸人さんにその出場権があるっていう大会なんですよね。だから、かなり若手。 の芸人さんなんですよ。M1 は芸歴15年以内っていう、まあかなりベテランっていうんですかね。15年ぐらいになってきたら相当、あの、いろいろ上手くなってきているぐらいなんですけど、しかし今回は5年以下なので、はっきり言って若手なんですよ。その若手の大会なんですけど、これがめっちゃおもろかったんですよね。え、今の若手ってこんなレベル高いんやって。 っていう感じっていうんですかね。まあ、あの、ジャンルは漫才でもコントでもどっちでも、あの、いいんですけど、あの、コントする人も漫才する人もいたんですけど、特にコントに関しては、キングオブコントとか、決勝の本戦とかでやっても、受けるんちゃうかなっていうようなぐらいのネタ、 まあ確かにあの M1 でもキングオブコントでもその結成4年目ぐらいの人が出てくることってあるんですけどそれでもこんな出てくる人みんなこんなレール高いんやっていうすごいなってちょっとお笑いの世界ってこれ相当勝ち抜いていくの厳しいぞってちょっと <laughs> 思ったというのか昔はここまで芸人さん若手の芸人さんってこんなにネタ 5年以内の人たちってできてたかなっていう感じがするんですよね。なんかちょっと、現代のその若い人たちって、その、すごい、レベルの人ってすごいなと。まあ、野球とかでもそうなんですけど、その大谷選手とか、あんなとんでもない怪物って今までいなかったですよね。だから現代になったので、まあそのトレーニングする、その、テクノロジーとか、 そういう機材とかそういうものも上がってきていたり、あるいは情報もいっぱいこう揃っているし入手しやすいので芸人さんもいろんな情報をネットとかでこう見たりできるようになってるっていうんですかね。他の人のネタとかも。だからそういうふうにそのネタの上達度っていうんですかね。そのそういうのもレベルアップする速度はどんどん速くなってるかもしれないんですけど、これ芸人さん大変やなっていう <laughs>。すごい人ばっかりおるやんと。 で、まあ僕はその中でも、その、キャプテンバイソンっていうコンビが僕は一番 <laughs> 気に入ったというのか、こ,こいつらそのちょっと、今後もこの人たちどうなるのか見ていきたいなっていう感じなんですけど、また新しく、その、注目したい、あの、コンビが見つかったなっていう感じなんですけど、これまあまた下にリンク貼っときますけど、その笑い好きというのか、興味ある人は、見てもらったら、その、芸歴5年でこんな、えー、こんなん、 できるんや、みたいな。お笑い芸人さんも大変やなと、その、まあ今現在、そのテレビとかで活躍している人たちだったりとか、賞レースに出てる人たちも、こんなにどん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 すごいやつ出てこられたら <laughs>、めちゃくちゃ大変な世界やんけどすごいよっていう感じなんですよね。まあそういうことを思う。アンダーファイブアワード2023。あの、ちょっと、 なんというのか、政治的な問題であったりとか、ニュースとかを見て、ちょっとなんか、すさんだ気持ちになっていたんですけど、やっぱり笑うっていうことは、僕は大事だなと。やっぱり笑わせるっていうことを仕事にしてるっていうのはすげえなと思うんですよね。芸人さんっていうのは。しかし、それだけにというのか、ものすごく、こう競争、競争率がえぐいというのか、こんな、これは無理やと。絶対芸人なんの無理やなと、こう、悟ってしまうというのか。 なんかそういうアンダーファイブアワード2023を見た感想の話でした。以上、芸術を僕は少しありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。